でかい。なんだこれ。これがゼロムを生み出すマザーゼロム。インカローズが復活させたデスピル病の発生源よ。湖の中にも中あるよ。あれは、あんなもの知らないわ。新しく発掘した遺跡かしら。そうだ、やっと発見したのだよ。クオーとリツヤの体が眠る茨の森への入り口をな。ここが茨の森の入り口？そう、クオートとは石の時代にこの世界を支配した結晶の体を持つ異世界人だよ。ゼロムもソーマもそこの機械人も彼らが争いのために生み出した思念兵器なのだ。そしてそれらをコントロールするイバラの森の起動キーこそが、そうだろ機械人。お前もクオーティアの技術を己の野望に使おうとする俗物か。野望ではない、理想だ。強いスピリアに満ちた理想世界を作るには強い力が必要なの。逆に最も必要ないのは裏切るような弱いスピリア。まずは裏切り者を粛清する。私にお任せを。何を言ったはずだ。裏切り者を粛清するとな。お前は軍本体に私の命令以上のゼロム憑依技術を提供した。イネスがコーネルピンを始末しなかったら世界中でゼロム憑依兵が暴走を始めただろう。大方リツヤの力を狙って私の寝首をかく日だったのだろうが、ここまでだな。シルバ、貴様、インカローズ。これで悪い魔導士はいなくなった。ローレンツ少佐、それでも君は私に剣を向けるのか。あなたは間違っている。私があなたを止めます。イネス、初めて会った時のことを覚えているか。もちろん。軍学校のそばの湖のほとり。アイザック先輩は授業をサボってお昼寝中でしたね。もう10年も前になるのか。あの時、君が分けてくれた弁当のひどさときたらなかったな。勝手に先輩が全部食べちゃったんじゃないですか。おかげで育ち盛りの少女がお昼抜き。午後の授業中もずっとお腹がグーグー泣いて、恥ずかしくて仕方なかったわ。徹夜でレポートを書き上げた後でね。腹ペコだったのさ。そうそう、顔を夕焼けみたいに真っ赤にしてやってきた君にパスタを15人前おごらされたっけ。そんなに食べてません。12人前です。懐かしいな。あの頃世界はとても単純だった。ええ、本当に。そしてまた単純に戻った。やはり私が真にスピリアを結べるのは娘のラピスと亡き妻パールだけということだ。イネス・ローレンツ少佐、帰還を裏切り者として粛清する。出会いと別れの場が共に水辺というのもいいだろう。待って、シルバさん、イネスの思いを聞いて。イネスは、いいのよ、怖く。パールさんもラピスもいない今、この人を止めるのは私の役目なの。でも私だけじゃ止められない。お願い、私のソーマにみんなの力を貸して。うん、こいつをぶっ飛ばして
ゆっくり話をさせてあげるよ。気合い入れろよ。こいつがゼロム憑依しても俺たちの力なら止められるはずだ。自分は常に全開だ。僕もやるよ。超怖いけど。憑依兵なら勝てるか。憑依兵はスピリアを暴走させ肉体の力を限界以上に引き出す兵。確かに相馬使い6人が相手では。だがゼロムはもう一つ別の戦術利用が可能なのだ。見せてやろう。スピリアと肉体の力を無限解放した戦士だ。痛みを感じる間もなく殺してやる。みんな行く。ゴー。精神切迫蹴り込む。蹴り込む。最後の調整蹴り込む。最後の爆変化。精神切迫蹴り込む。調整で蹴り込む。最後の爆変化。俺のスピリア。バカな。